はい、どうも吉田です。今回ですね、一般のお問い合わせフォームからお問い合わせいただいたので、ご質問いただいたので回答していきたいと思います。大学受験の発信をずっとやっていたのですが、いまいち身が乗らないです。身が乗る発信に変えたい、変えるか、このままジャンルを 身が乗る発信に変えるか、このままジャンルを変えた方がいいのか悩んでます。要は大学受験の発信はいまいち身が乗らない、このまま続けるか続けないか、まあ、これ多分多分個別でもね、多分俊英くんのあれかな、個別でも動画撮ったんですけど、まあ、情報発信する上で何を主にするかなんですよ。情報発信っていうのは何を主にするのか。僕がおすすめするのは、自分がパッションがある、情熱があるものを発信するっていうのが、一番いいです。なぜならば続けられるからです。自分が情熱がある、例えばめっちゃ釣りが好きですっていうことだったら、釣りだけでも YouTuber で100万なんだっけな、釣りでもね100万人チャンネル登録者数ある人いるんですよ。釣り YouTuber ですね。まあ、今の時代って何でも飯食えるんですよね。要はインターネットが出たんで、その例えばガンダムでも飯食える、ガンダムがめっちゃ好きでも飯食えるし、そうなんかめっちゃ好きっていう、もうめっちゃ好きとかパッションがあるやつはずっと続けられるんで、でそこにもう完全フォーカスしていくと、その結局、インターネットがあるんで、そのいっぱいリーチできるんですよ。日本全国の例えばガンダムファンにリーチできるし、例えばクラスの中に、じゃあガンダムファンって、まあ、学校のクラス30人の中にガンダムファンってどれだけいるのって話で、だけど全国にいる、全国にを1億何千万人にリーチすると、まあ、めちゃくちゃいるというところですね。はい、だからまあおすすめは自分が好きなやつですね。であとはその お金稼ぐためにその情報発信してますっていうことだったら、お金が稼ぎやすい、ものを発信するとですね。要はアクセスが集めやすいやつですね。アクセスが集めやすい、要はここは情熱とか関係ないです。要はお金が稼げる、アクセスが集まる、お金が稼げるというものにフォーカスしてやるってことですね。はい、だからどっちを主にするかです。ただお金にフォーカスすると続かないですね。続かない。なぜならば、まあこれはお金を得てからじゃないと分か、あ、また騒いだ。ダメだよ、騒いだらうるさいから。お金、確かにお金、まあお金ってねツールでしかないので、まあこれはね稼いでみないと分かんないでしょ。稼いでみてから分かることがあるんで、まあまあまず稼げばいいと思います。稼ぐっていうのは僕の中で当たり前なんで、稼いだって生きていくってことじゃないですか。稼ぐっていうことをやらないってことは生きていかない、無人島でなんかその自給自足をしますって言ってるようなもんなんで、稼げないとか、なんかそういうのは論外だと僕は思うんですね。稼ぐっていうのが当たり前、なぜならばこのお金がいる時代に生まれて、お金っていう貨幣通貨がある時代に僕たちは生まれてますから、家賃、水道、ガス、電気全部お金必要だし、まあ、この猫のね病院もお金かかるし、猫の餌もお金かかるし、だからお金を稼ぐっていうのは当たり前なんですよ。稼げないとかね、まあ、そういう、まあ、もう僕は相談いただくんですけど、いやいやいや、昔に比べると正直、まあ、僕もね商品売ってますけど、僕は昔十何年前からネットビジネスやってますけど、今正直稼ぐ情報なんて無料で落ちてるわけなんで、稼げない方がおかしいんですよ。だからそれはもうマインドしかないかなっていう。これだけね無料で検索して十何年前なかったですよ。これだけ検索して無料でいくらでも落ちてるわけじゃないですか。これで稼げない、しかもデバイスもある。パソコンも僕が大学生の時は、ノートパソコン30万とかします。こんな分厚いノートパソコンが30万ですよ、 FMV 富士通で。今 Mac のめっちゃ薄いやつ十何万で買えるじゃないですか。 MacBook Air も十何万ですよね。しかも昔フロッピーディスクです。昔フロッピーディスクでしたからねフロッピーそう。だから今の時代に稼げないっていうことは僕は考えられないですね。だからそれはやり方を知らない。でもその知らないっていうのは、調べてない。ユニバー君、静かにしてください。静かにしましょう。静かに、お仕事中ですよ。じゃあね、ちょっとね、猫がうるさいんですけど
最近ね泣くんですよね。あ、ゆりまくん、うん、はい、まあということで、まあ身が乗らないんだったら続けられないと思うんでやめた方がいいんじゃないですかね。ファッションがある、情熱がないとやっぱ続けられないんで。で、あとはね、これ面白い、これ僕の事例を言うと、やり続けるとあとね、覚えると楽しくなるっていうのもあります。今はつまらなくても、今はつまらなくても覚えていくと楽しくなっていくっていうのがあります。例えば僕の事例だと、まあ、YouTube でいろいろ動画をこうアップロードしていってるんですけど、ユニバー君、ちょっと餌あげます。はい。ユニバー君餌だよ。はい。いやー、もう大変ですね、猫ちゃんは。だ、僕はその今は動画撮るのが楽しくなってます、どちらかというと。で、もともと僕は文章物書きをしてました。ゴーストライターっていう仕事ですね。プロモーションライター、プロモーションライター、セールスレターとかライターっていう、あとプロモーションのシナリオを作ったりとか、人前に出るってことはほとんどしてませんし、人見知りだしっていうところで、まあ、動画は嫌でした。身が乗らなかったです、動画は。動画は 身が乗らなかったです。だけど自分でビジネスやっていくって、自分でキャラクタービジネスをやっていくって決めた時に、まあ、セミナーもやりたくないですけどやろう、動画も撮ろう。なぜ動画を撮ろうと思ったのかっていうと、キャラクタービジネスで YouTube 動画が最強だっていうことを僕は知ってたんで、まあ、いろんな人をプロモーションしている中で、まあ、動画最強だなっていう、まあ、要は動画を使って、まあ、何億とか上げてたんで、でお客さんに会うと、まあ、僕は裏方でしたけども、動画いつも見てます、動画いつも見てますなんですよ。あ、じゃあ動画やった方が絶対いいなって。いや、売上を上げてるコアな部分が動画だったんですね。何億とか上げてるものも全部動画見てますっていう、ファンになりましたみたいな。あ、じゃあ自分がやる時も動画した方がいいなっていう。で、嫌でしたけど、身が乗らなかったけれども、まあ、やっていくうちに、まあ、お客さんからのフィードバックがあったりとか、まあ、売上ももちろん上がりましたし、まあ、そういうフィードバックがあってどんどん楽しくなったって感じですね。多分その身が乗らない理由は、自分の情報に対してまだフィードバックがない。要はありがとうございます、いつも動画見てます、あの動画を見てやったことによって大学受験受かりましたっていうのが、毎月メッセージ、毎日メッセージ来てたらなんかやる気になると思うんですよ。要は人間っていうのは承認欲求があるんで、承認欲求があるんですよ。例えば上司から褒められて嫌な気持ちになる人いないですね。会社勤めしてて、上司から褒められて嫌な気持ちになる人はいないです。あとは、なんだ、学校の先生にね、めっちゃ褒められて嫌な気持ちになることはないと思います。親から褒められて嫌な気持ちになる人はあんまりいないと思います。怒られるより褒められた方がいいですよね。だそれは自分が必要とされてるんだなとか、なんかそういう承認欲求っていうのはね、人間持ってるんで。でそれが満たされると、もっとね、人間っていうのは欲求深き人間なんで、それが楽しくなると、欲求が満たされて楽しくなると、もっとやろうやろうってなって、まあ最初は乗らなかったけど楽しくなるという事例もあります。これは僕自身の事例ですね、はい、今は僕はもう文章より動画の方が楽だし楽しいしっていう感じですね。でも一番最初は苦痛でしたね何喋るのみたいな話で、はい、まあそんな感じですね、はい。ということで、いただいた内容に対して僕の見解の方をお伝えさせていただきました、はい。まあ、何を選ぶかは自由なんですけれども、まあ、身が乗らないことはね、続けられないと思うんで、ネットビジネスの最強の戦略、ネットビジネス最強の戦略は続けることです。ネットビジネス最強の戦略は続けること。なぜならば、ネットビジネスで稼げない人は全部やめてるからです。99% の人はやめてるんです、はい。ネットビジネスで稼ぐって簡単で、続ければ稼げるんです。
正しい方法を勉強して、続ければ絶対に稼げます。なんで絶対に稼げるかっていうと 99% の人が辞めていくからです。なぜ稼げるのか、その理由は 99% の人が辞めるからです、はい、だから正しい方法を学んで、継続すれば稼げないということがまずないです。なぜならばみんなが辞めるから。でなぜみんなが辞めるのかっていうと、好きでないことをやってるからです。だ会社勤めの人もそうなんですけど、会社勤めは辞められない理由としては給料が入ってこないんですよ。だから辞められないんですけど、でもみんな嫌なことって、うわ会社今日行きたくないなと思って会社に行ってるんですよ。でも会社を辞めない理由は単純で給料が入らなくなると困るからです。でも給料がもし保証されてる、なんかその国からお金がもらえる、なんか毎月30万とか国からもらえるっていう保証があった中、嫌な仕事に行くか、朝から行かないですね。だって国から30万もらえるわけですから、絶対みんな辞めてますね、はい、だからみんなやりたくないことって続けられないんですよ。モチベーション上がんないし、よっしゃ今日会社だみたいな、満員電車すげーみたいな。ユニバー君、ということで、少し、熱く語った部分もありますけれども、これで、回答とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。